どうも、高野岩竹雄です。今日もよろしくお願いします。はい、今日はこちらです。至高のブレンディッドスコッチのうちの一本と言ってもいいでしょう。ロイヤルサルート21年、これをね、飲みたいと思います。ロイヤルサルートはまあまあ皆さん見たことはあるでしょうし、ご存知の方多いと思いますが、まあ販売元っていうか作ってるのはシーバス社ですね。シーバスリーダーと、でボトルの形状もね似てますけど、シーバスリーガルとはまたあのブレンドの内容とか中身が全然異なります。シーバスの21年ってわけではないんですね。まあこのロイヤルサルートっていう名前はイギリスのですね、海軍があの王室の行事の時に、王礼砲というあの空砲ですよね、あれを撃つんですよね。まあその英語の名前がロイヤルサルートという、そこから来てます。でこのロイヤルサルート自体は、発売開始が1952年エリザベス2世ですね、エリザベス女王の戴冠式の時に、空砲、その王礼砲ロイヤルサルートが21回撃たれたんです。でそれを記念してロイヤルサルート21年という年数に決まったということですね。はい、まあ21年ものなんで、21年ということはですね、まあいつも、あ、これ箱の中もほら綺麗ですよ、いかにも高級なんですね。でまあ21年、っていうことは、あの最低21年の原酒が使われてるということです。これはブレンディッドスコッチウイスキー、でキーモルトはですね、メインがストラサイエタで、あとはグレンキースとかですね、グレンリベットも使われている、あとはロングモーンとか、アベラワ、っていうところが、大体メインの、モルトになっています。このロイヤルサルート自体は3種類出てまして、このブルーが、まああのフラッグシップというか、まあこれが通常ですね、ブレンディッドウイスキーです。ブレンディッドスコッチですよね。で、あと緑色のやつと白いやつがあります。で緑はですね、ブレンディッドモルトですね、グレーンが使われてないやつです。でこれはまだ買えますね。で白がですね、ブレンディッドグレーン、これはちょっとネットでね探したんですけど、売ってるところはほぼないんですよね。多分ね高いと思いますよ、ね。まあこのブルーのブレンディッド、通常のブレンディッドですね、このブルーの、分はですね、だいたい1万安いところというか、まあ、1万5000円台ぐらいから売られてますけどね。で、あの緑のブレンディッドモルトは2万越しますね。結構高価です。で、まあ、特徴としてこの陶器のボトルを使ってるんですよね。これはですね、フラゴンって呼ばれる、18世紀にイギリス、スコットランドで使われていた、まあ、高価な酒、希少な酒を入れるのに使われていた陶器の総称ですね、フラゴンって言います。まあまあ贅を尽くしたというか、まあ高級感あふれるこのロイヤルサルートですよね。では今日はこれをいただきたいと思います。ブレンディッドウイスキーですけど、もちろんコルクで、はい、安っぽくないですよね。ではまずストレート、あ、700ミリの40度です。まあ値段はさっき言ったようですね。まあブレンディッドウイスキーなんで、
度数は40度ですけどね。まあとりあえず味わいをね抜粋もしときます。はい、ではロイヤルサルーク21年、ストレートからいただきます。いい香り。このクラスのブレンディットウイスキー、ブレンディットの高級品というと僕はまずジョニーウォーカーブルーが頭に来るんですね。頭に浮かぶんですよ。そしてバランタインの30年ですね。なんですけど圧倒的にジョニーウォーカーブルーが飲みやすさでは上だなと思うんですけど、このロイヤルサルート香りがいいですね。いかにも飲みやすそうな甘い香りがしてます。香り的にはやっぱジョニーウォーカーとかとは全然違う感じで、ピンとかもあんまりないし、すごく感じるのは、チョコレートとか洋菓子のような甘さの香りを感じます。いただきます。飲み口のアタックはちょっとね、舌にまとわりつくようなクリーム感があるのと、味わいがやっぱりあの洋菓子系統の甘みが、感じられます。まあよくね、テイスティングではよく使われるのはトフィーですね。イギリス菓子ですよね。そういったところとか、キャラメル感とかですかね、少しそういうのが、同じキャラメル感でもあのバーボンとかのああいうのとは全く違う、なんか優しい、なんかさらっと流れるようなキャラメル感、そして40度なんで飲みやすいですね、何しろ。で飲みやすいんですけど、ボディ感はあるんですよ。そして余韻もね、割とミディアム、ぐらいな感じは残って、しっかり飲んだ後も甘みと、あとナッツの感じですね、あのナッティな感じがちょっとふわーっとの残りがで、続きますね。美味しいです。はい、加水しておいて、ハマってる香りはナッツですね。ナッツの、あのいったナッツじゃなくて、通常のっていうのはないか、すごくその炒めた感じの香りはしないんですけどね、ナッティな感じです、ナッツの。そしてほんちょっとフローラル、でもやっぱりお菓子の甘みがします。香りもいただきます。40度なんであんまり加水しなくてもいいと思うんですよ。僕はさっき入れたのはほんの少し、なんて言うか、そのぐらいだったらこう香りをね立たせるために入れるのはありかなと思います。これちょっとあまり薄くすると香りが飛ぶかなって気が若干するんですけど、ナッツ感が結構、加水をした方が強くなりました。ブレンディットウイスキーなんで、いろんな香りといろんな味がふわふわとこう出てきますよね。美味しいですね、やっぱりね。出来もいいし、飲みやすいし、だからですね、そのシングルモルトと違って、特徴があるとか、ここがすごいっていう感じではなくて、バランスがいいということですよね。だからマイナス点が少ないというのがやっぱりブレンディットのすごくいいやつ、いいブレンディットの特徴だと思います。だから減点するところがないですね、これもね。はい、ではオンザロックで飲んでます。
はい、ロイヤルサルートオンザロックでいただきます。美味しいですね。ロックめちゃめちゃうまいです。ですね、冷えることによって微妙にこのやっぱりビターさも出るんですよね。でそこにこのやっぱ出来がいいんでしょうね。この甘さのやっぱビターチョコですかね。うん、そういう感じも味わえて、でビターの中に甘みががっつりしっかりある、うん、そしてブレンディットウイスキーらしいというか、この飲みやすさ、甘み、うん、ちょっとやっぱり最高峰のブレンディットのうちの一本と言っても本当過言じゃないというのは分かりますね。うん、これはゆっくりじっくり飲めるブレンディットウイスキーかなと思います。さっきも言ったように、ここがちょっと癖があってマイナス点だなとかいうところが一切ないという感じですね。やっぱりその辺がジョニーオーカーのブルーだ。まあバランでいうとこうバランタインでいうとやっぱ30年ですね。あの辺と共通するものがあるなというところですね。まあそれぞれに良さがあるので、それが一番っていうのは決められませんけどね。もちろん人の好みもあるし、こういうものなんでね、やっぱり、ま、あの僕はこのブランドが好きだと。例えばバランタインだったら僕は30年より本当に17年が一番好きなんですけどね。そういうやっぱり好みの、まあ、嗜好品なんでね、何が一番ってのはなかなか決められるものではないです。ただしやっぱりこれはもう誰が飲んでもなんていうのかな、その間違いのない一本っていううちに入るのはもう本当にその通りだと思います。めっちゃうまいです。はい、ではハイボールしてみましょう。はい、ということで、ロイヤルサルトハイボールにしてみました。いただきます。間違いないですね美味しいです。結構ですね、ハイボールになるとナッティーな感じとかナッツの感じが一番出るかなっていう感じですね。そんなにね、フルーティーハイボールとは僕は感じられないんですけど、うん、そうですね、ナッティー&ウッディーハイボールかな、うん、といったところで、で、やっぱりね、相変わらずもう全く嫌味がない。で、もちろんね、こんだけ薄くなってもというか氷が入って、炭酸が入るんですけど、水も溶けてね。でもやっぱりボディはあります、ね。40度ですけどね、飲み応えも、こう、アルコール的な飲み応えは、それはやっぱり40度はそれなりなんですけど、味わいがやっぱ飲み応えはありますね。で、余韻がね、しっかりね、ミディアム。スッと消える感じじゃないんで、それはね、ロックでもハイボールはちょっとその辺は余韻は薄くなるかなという印象ですけど、うん、デザートハイボールって感じではないんですけど、どんな時でも飲めそうな、いわゆるまあカクテルとしてのハイボール、
うん、これにはいいですね。食前食中でもいいと思いますし、まあ、デザートハイボールとして飲むの食後はちょっとあれですけど、まあ、食後でもそのデザート的な意味じゃなくて普通にカクテルとして楽しむハイボールとしては十分味わいがあるし美味しい一本だと思います。はい、ということで今日はねロイヤルサルートのこの青いボトル、まあ、ブレンディッドスコッチですね、これを飲んでみました。はい、さすが21年以上の原酒ばかりブレンドしたものということで、そしてブレンディッドなのね、本当に嫌味がなくマイナス点がない、飲みやすく甘みもあり、うん、ボディ酔いも割としっかりしている。さすがにやっぱりブレンディット最高峰のうちの一本だなという印象です。まあ、なかなかねボトル自体がそんなに安いボトルではないので、まあでもブレンディットが好きな方はね、まあそうですね、ジョニーオーカーブルーとあんまり値段的に変わらないんで、まあバランの30年はちょっと高いですけどね、まああとシーバスのジョージコーンとかも高いですけど、まあそうですね、これとかブルーラベルぐらいはブレンディット好きの方はまあ持たれてもいいんじゃないかなと思うぐらいの、まあだからそういった意味ではブレンディット好きの人にはコスパは悪くない一本だと僕は思います。でまあそうじゃない方もね、まあ、バーとか行かれたら置いてあるとか多いと思うんで、ぜひね、これね、どんな飲み方でもいいと思います。お好きな飲み方で、40度なんで飲みやすいですし、で本当にね、マイナス点がないんで、うん、どんな飲み方でも試されてみてください。まあ僕はね、本当、癒やしんで何でも美味しいおすすめって言っちゃうんですけど、おすすめの一本です。はい。ということで、タクノイマータケオはね、毎日こんな感じで、いろんなウイスキーをお酒で遊んでおります。まあ、こういう僕なりのレビューをやってみたりもしますし、いろんな企画をしたり、いろんな情報発信、ウイスキーメインで、蒸留酒、焼酎、ジン、まあ、あと蒸留酒、醸造酒、蒸留酒ではないんですけど、ビール、やったりします。いろいろやりますんで、お酒好き、ウイスキー好きの方、ぜひチャンネル登録していただいて、一緒にウイスキーライフ、お酒ライフ楽しみましょう。はい、じゃあ今日のタクノミはこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあねー、バイバーイ。